ヘアメイクのみどりさんに、はい、闇女子メイクをやっていただきたいと思います。お願いします。はい、そのわけでベースメイクまでは終わっております。張り切ってはっきりとしたカラコン入れております。楽しみ。はい、お願いします。お願いします。ポイントメイクから。はい、ベースメイクめちゃめちゃ白く塗ってもらいました。はい、しました。じゃあまずアイシャドウから。おい、はい、みどりさんもいつもお願いして、よく一緒にお世話になってます。めちゃくちゃお世話になってます。赤いアイシャドウですね。赤、赤ない人はチークとかでやっていただいても赤い、はい、全体にたっぷり。急な出演、昨日来てって言われて、ライブしたいって言ったんだよね。私めちゃくちゃ好きなんですよ、地雷系の女子のことが。見るのがすごい好きで、本当はめっちゃ髪の毛ハイトーンとかもしてみたいし、ハイトーン何色にしたいの？ピンク。ピンク。ピンク。リサさんみたいな。あー、かわいい。めっちゃかわいい。じゃあこちら一旦アイシャドウは終わって、はい、ハイライトですね。なので目尻に入れて、あとはもう涙袋をがっつりこの後入れます。うん。涙袋がかなりキモいです。あ、そうなんですか。はい、確かに。アイシャドウと、確かに、うん、がっつり、すっごい太い。涙袋バーンって感じですね。そう、バーンって感じ。なんかちょっと調べたら、なめくじ級って書いてあって、ちょっと笑った。それぐらい太いってことかな。なるほどね。わかる、もう、目出しが当たってる感じで。これは、太いな、みたいな。これは太いな。入れた後に、なんとアイライン、はい、アイラインで描くらしい、はい、涙袋。アイラインですか？そう、アイブロウでも薄い、アイシャドウでも薄い茶色のそれぐらい。ああ、本当だ、でも薄い、薄い、薄いです。それぐらいだ。はい、いやー、すごーい。すごい。すごい。すごい。で、これをまたぼかします。やばい、すごい。これ、すごくないですか？すごい。アメランクロ。作れたね。作れるんだ。こんなに。すごい。ね。です。わざとらしくぐらいの。うん、そう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 。うん、で、ちょっとポイントで、キラキラを。うん、したい。可愛いもんな、やっぱ地雷系の女子ね。可愛いよね、みんな。いや、すごい。本当にすごいね。アイライン、すっごい垂れ目にするんだって。なるほどね。垂れ目にするんで、開けてください。はい、うん、わかるかな。普段引いたことない。え、引いたことない角度、角度。あっさり引いたことない角度で引いてます。やばやばいね。やばい、ちょっと笑って描けなくなっちゃいそうなんで。目が 1.5 倍ぐらい。すごいね、やっぱアイラインでだいぶ、だいぶ変わる、だいぶ変わる。ほう、ほう、近づいてる、近づいてる。で、マスカラを、はい、ビューラーはあんまりしないそうです。あ、そうなんだ。はい、確かにバンって上がってる感じしないかな。そう、はかなげに黒いマスカラで乗せるみたいな、うん、あ、まつげごと下げて、うんうんうん、とりあえず垂れ目、すごい垂れ目にする。やっぱり自分じゃできないわ。すごい地雷女子。ねえ、うん、黒いマスカラもすごい久しぶりに。ああ、確かにそうですね。つけてる気がする。いつもブラウンですもんね。ブラウンだね、うん、
化粧してもらってるところを見られることってないから。確かに。アイシャドウに合わせてすごい範囲を塗っております、ね、どこまで目に塗るんだ。アイラインか、アイラインに合わせて、ね、すごいタレになっていく。普段ならハイライト塗ってるところまで、うんうんうん、アイシャドウを塗ってそうだね、うん、調整して足してます、うん、濃くしてます。目尻のグラデーションめっちゃ綺麗。すごいすごい目が倍になったよ。ねえ、本当にねえ、すごくないですか。すごいギャルメイクも参加したかったの私。あー、いや元ギャルだから緑見たかったな、ね、レクチャーしたかったわ。しかも2枚重ね、うん、2枚重ねそう難しかったですね、うん、チーク入れる人と入れない人がいるらしいんですけど、うん、今日はちょっと入れてみますか。入れるならなんか赤いチークで赤で目の下に入れる、うん、こんなうわこうやって入れないもんね。入れないリップですね。赤とね、ちょっと濃いブラウン、ブラウン、ブラウンっぽい赤を使いますかね。じゃあ確かにリップ塗ったらすごいもっと変化がねー、そうですよね。ねすごそう。結構特徴的ですもんね。ね、赤つけるのちょっと初めてかもしれない。そうですよね。ね、なんか真っ赤っていうよりかはもっと茶色で。あ、本当ですね。血みたいな。血みたいな色です。血みたいな色だ。はい、じゃあついにできました。メイクが完成しました。てなわけで、今から、じゃあ髪の毛をちょっとセットして、はい、いただき、完成に向かいたいと思います。昨日調べてたんですよ、地雷系女子の性格みたいな。だからなんか依存性が強くて優しくされる人に弱い依存する嫉妬深い。うん、昼夜逆転してますよね。あ、間違いない。確かに夕方に起きます。あ、間違いない。だから白いんだそうだよ。あと同じものをずっと食べるって書いてました。ボソボソ喋るんですかね。表情はないかな。はい、じゃあ髪の毛をセットしてもらいます。はい、じゃあまず最初に巻いてきます。結構毛先だけ巻いて、うん、顔周りは残してこう顔の線に沿うような感じに。なるほど。で、ハーフツインにしたいと思います。大丈夫。はい、巻いていきますね。ツインテールとかも高校生やし、高校生の時やったんだ。高校生の時いや、聞いてください。はい、ツインテールの日っていうのがあって、うんうんうん、それで友達とツインテールしてプリクラ撮ったのが最後。へえ。それ以外にする機会が本当にない。なるほど。あ、そういうわけなんだ。そう、なんかゆるっとしてて、はいはい、ちょっと縦ロールに近い感じ、うんうん、なるほどね。でも毛先だけ。はいはいはい。ハイトーンとかだったらやりたいですね。あ、ハイトーンね、うん、ピンクでしょ。そう、ピンクとかオレンジとか。あ、オレンジね、紫とかね。はい、かわいい。かわいい。今やったらびっくりするね。いやびっくりしますよ、急にハイトーンの髪でお天気次の天気からいないと思う。次の天気からいない。いない。インテール楽しみだね。いや
楽しいですね。私はツインテールの方がいいと思ったんだけど。いやもうツインテールはネタだからもう絶対に絶対ウェアリングしない巻き方がしないねしないね。ハーフツインとかもすごい久しぶりに。いや、まあ、そうですね、あんまりやらないですよね。あんまりやらないですね、うん、わおなんかあれだ、かわいいよ。みさみさ、あ、ね、みさみさだね。みさみさ好きだった、うん、これはなかなかギャルメイクよりやばいんじゃないでしょうか。基本的にはやっぱ私好きだからな、それ。ギャルも好きですし、ギャル好きだよね。ギャルも好きだし、よく YouTube 見てます。あ、そうそうそう、メイクしてもらえるくらい好きだし、そういうなんかちょっとヤンデーメイクみたいな、うんうんうん、やってる女の子超好き。はいはいはい、うん、そういう子がゲームしてるとめっちゃ燃える。しかもめっちゃうまいよね。うまい。大体ゲームに割く時間すごい多そう。あー、確かに確かに。やばかわいいじゃん。25歳なんだから大丈夫ですかね。それはメイクの時点でだいぶ変わったって言ってくれたから、いやこれはすごいな。え、これはすごいね。いや、すごいね、似合うね。本当ですか。嘘。はい、そしてリボンをつけます。このリボン、リボンしてる、してるよね、うん、自分たちでこれをやってるってすごいね、朝からね。確かにそうです ね。あ、朝起きてないのかな。さっき上司は夕方頃に起きる。あ、じゃあ夕方に起きて夜行動する。なるほどなるほど、かわいい。わあ、これはあと顔周りの毛をストレートアイロンで伸ばす。なるほどね、顔に沿って。はい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 、そうだ、小顔効果を。そうだ、やばい、やばい、完成、やばい、これこの前髪が、前髪ですごい、前髪やばい、がっつりきたね。こんな感じだ、前髪かわいいね、こんな感じ、うん、こんな感じは確かにできました。わー、かわいい。男性陣の反応よ。これは、ね、男性陣の反応。男性陣の反応悪い。やばい、かわいい、これはすごいぞ。くるん前髪、いつも前髪気にしてるイメージ。うん、ね、ここは絶対です。少し開けます。開けます。はい、はい、こういう感じですね。完成、イエーイ、できました。やったぜ。じゃあ、髪の毛もセットし終わったので着替えていきます。行ってきます。はい、というわけで、こんな感じで地雷女子を作っておりました。いやー、すごいですね。皆さんどうですか。すごい、みどりさんにやってまたね、めちゃくちゃこう完成度が高く仕上がったんじゃないかなと思って。すごい、想像以上に似合ってる。やばい、自分ともかわいいよ、すごい。いや、ありがとうございます。でも本当にこれ毎日ね、ちゃんと自分たちでやってる子たちね、すごい、本当に尊敬に値する、ね、うん、本当に。でもなんかちょっと鏡見て、うん、いいかも。ね、似合ってる、似合ってる、すごい似合ってる。思いました。私も参考にします、私たちの収録の時に。いやいやいや、参考にしないで。いつも通り仕上げてください。というわけで、みどりさんありがとうございました。はい、楽しかったです。はい、まあ、その言葉がね、面白かったな。この私が、
よかったって思う方チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。じゃあ皆さんチャンネル登録しないと許さないと、はい、どういう空気。まだキャラ作りがないって。ごめん笑っちゃった、ね、ちょっと待って、キャラは後で作りましょう。